められた。父親なのか。昔はね。残念だが奴はもう死んだ。あんたならできるかもね。え、何のことだ。やってもらいたいことがあるんだけど今は話せない。鍵がいるかもしれないけど、とにかくこの屋敷から出て。分かった。また連絡する。よくこう言うだろ、家族になれば死ぬ。お前に殺されても俺は何度でも生き返ってやるぜ。
なあ、頼むから、もう二度と起き上がるな。
やったね。無事に出たのはあんたが初めてだよ。俺に頼みってなんだ。それをやれば出られるのか。そう、よく聞いてね、イーサン。私たち家族は体を怪我されてるんだ。この汚れを取らない限りここからは出られない。ミアも同じだよ。治す方法があるのか。血清がいるの。血清さえあれば元の体に戻れる。手遅れじゃなければだけど。わかった。どこにあるんだ。それがわかれば私だってとっくに逃げてるよ。でも母さんがきっと旧館の中のどこかに隠してるはずなんだ。血清が手に入ればミアを治して帰れるんだな。ああ、そういうことだね。旧館は沼のそばだからすぐ見つかるよ。わかった。でも母さんもそこにいると思う。母さん？気をつけて。みんなあんたを探してる。